竹中部様ダブル、はい、全員確認終わりまして、何の4曲最終曲です。渋川、この1曲走り抜ければ第20期チャン王に輝きます、うん、ねえ、これはもうね、国試とかに、まあ、ダブルだからあんま関係ないけど、ね、ダブルだから関係ないですね。もう何切ってもいいみたいなとこありますね。いった、さあ矢島、ここは、ね、うわ、イシャンテンじゃん、もう。しかもドラドラ持ってましたよ。うわ、え、圧倒的スピード感。矢島はこのまま終わればトータル3位守れます。はい、もうしかもダブル、ダブル条件の人神ちゃんにいるタイヤオですからね。、うん、かなりきつい、はい、もうウーパーマンなくて、ダブル条件もしかも一曲勝負って分かってるんで、うん、仕掛けが入ろうがもう無視するしかないんで、ええ、矢島はこの状況も生かして自身の3位を確保しに行きます。さあ渋川、残り1曲ウイニングランとなるか。まあ、とりあえず渋川は矢島に当たりそうな牌貯めてますね今は。いつでも単葉で置いておいでと、テンパった頃に切ってあげるよ、ね、っていうことですか。テンパった頃合いを見て順番に当たりそうな牌切っていこうみたいな感じですね、うんうんうん、それが一番自身にとって安全な作戦か。あ、でもローソーとか切ってか、ローソーあんまり当たりそうにないのか、関数ゾッチーパーソーですね、うんうんうん、なんでマンズピンズ貯めてって感じですね。しかも中林さんに、あー、そうか、泣いてね、3ピンとかもあるか。しかもこれダブルがもう現実的にそろそろなくなる頃ですね。だって見えるダブルって何でしたか。まあだから水槽、はい、水槽、自敗絡みが消えた瞬間に何をやっても大丈夫になりますね。そうか、自敗を使わないとそもそもダブル役満ってならないんですね、はい、まあ数貫通とか入れれば何でもありますけど、一応そうですね、いや、現実的なのはね、はい、なんでね、渋川さんね、チュンの2枚目がもう見えてる時点で第3弦追走はないと、うん、なんであとは小数子追走が消えれば、うん、その瞬間にもう小数子数暗号か、うん、うん、だから2枚切れになった瞬間終わりですからね、うん、2位相数暗号と小数子数暗号が消えたらですね、うん、小川が一応イーシャンテン、はい、ただ小川はトップになる、もしくは矢島から8000点。そうですね、小川さんも条件としてはまあできなくはなさそうなんでね、うん、でも奇跡的に中部さん切りまくってるけど泣かれない。そうですね、全部真ん中の範囲切ってるんですけどね、ゴロチパーだもんね、うん、の、そう、矢島はサブローピン、ウーパーマーで用紙がここで3ピンが出た。あ、これもうウーワン抜かれるかもしれない、ね、すぐウーワン抜かれますね、はい、チーマンを切ってのテンパイ、渋川はここを見逃さないぞ。いや、これはね、間違いなく一巡で終わりますね。てか、なんならここで先にウーワンが出ちゃう可能性があるな、渋川の華麗な差し込みの前には出なかった、まあ、ただウーワン危なすぎますね、はい、ここでウーワンで終わりですね。ここで迷うことなくウーワン、綺麗な差し込み決まった。最後は矢島の上がり、タンヤオドラドラ3900。そしてこの瞬間、第20期ジャン王の座に輝いたのは渋川難波選手です。おめでとうございます。おめでとう。さあ、他の選手と握手が交わされました。顔赤くないですか、渋川さん。ちょっと顔赤いですね、うん、ただ全然泣きそうではないけど顔だけめちゃくちゃ赤いですね。表情はいつもの渋川さん、はい、嬉しいじゃん、自分も拍手してる、よくやったもんっていう、自分で拍手してる。最後まで渋川さんらしかったですね。麻雀すりやろチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。